山口市スポーツの森の入り口表示山口市スポーツの森は山口県山口市にある野球場を中心としたスポーツ施設。メインスタジアム、最強スタジアムのほか第2球場、多目的広場、第2多目的広場などで構成されるスポーツ施設である。これら主要施設は1995年に運用を開始した。最強スタジアムでは高校野球など、 アマチュア野球の公式戦や日本プロ野球の試合などが開催されている。設置者は山口市であるが、指定管理者制度の導入により2012年現在は山口市リフレッシュパークと合わせて山口市内に本社を置く造園、建設事業者のタタラ造園の指定管理部門、タタラスポーツ優が管理運営を行っている。1995年5月に開場した 山口市発の野球場である。アマチュア野球の公式戦では、全国高等学校野球選手権、山口県大会の準々決勝以降の試合を実施することが特筆される。このほかプロ野球では、毎年3月、読売ジャイアンツや横浜 DNA ベイスターズが、オープン戦を主催開催しているまでは、広島東洋カーアップ主催のオープン戦も行われていた。 2006年まで公式戦の開催実績がなかったが、2007年8月14日に初の公式戦となる横浜ベースターズ対東京ヤクルトスワローズ戦が行われた。2017年秋から施設改修工事が行われ、スコアボードが次期反転式からフルカラー LED 式大型映像装置に改修され、音響設備の改修、スピードガンの新設などが行われた。 山口市に本社を置くカーディーラーの山口松田が命名権を取得し2018年4月1日より山口松田西京絆スタジアムの名称を用いている契約期間は5年間で契約料は年間300万円プロ野球の試合開催実績編集日本プロ野球の開催実績突起なき試合はオープン戦すべて 最強スタジアムで開催。最強スタジアムの南東側に隣接する形で、第2野球場があり、試合前の練習や県大会、市民大会レベルの公式戦に使用される。また、ソフトボールや、各種運動会などに適合した多目的広場もある。公共交通機関自動車など、ありがとうございます。